構成を PC クラスター上でギャラクシーを利用するということで、私、ナビエンターの所属、内田が、お話ししたいと思います。で今日3つ、ちょっと10分で3つっていうのは、多いんですけど、3つお話しします。簡単に PC クラスター、って何っていう方もいるはずだと思って、これを、あと、ナビって何って、これもいらっしゃると思って、で最後にちょっとした、まあ、簡単な、動作を、ムービーに撮ったやつを使ってですね、クラスターの上でギャラクシーの計算がどういうふうに動いているかというのをちょっと、使っていただきたいと思っています。まずクラスター、PC クラスターというのなんですけれども、まあ、基本はマンから PC サーバー、これをネットワークで接続して高性能を目指すというもので、90年代の半ばぐらいにNASA で行われたビオルフというプロジェクト、そこに起源があるというふうにされています。で、構成としてですね、登場する要素はヘッドモード、プログラムがインストールされていてジョブがコントロールする、そういうサーバーと、あと実際の計算を担当する計算ノート、あとファイルサーバーとネットワークはいろんな種類がありますが、あと安定で電源装置バックアップ、そういったもの、基本は市販品の集まりです。ですので、まあ、コストパフォーマンスが高くて、拡張性に優れているというものです。で、計算の種類ですね、大きく3つ、種類があります。並列化されていない1コアしか使わない計算、ファスト QC やサムツールスの一部、サムツールスは最近なんか結構並列対応が増えているので、で、あと1台の計算機の中であれば複数のコアを使えるというマルチスレッド、BWA を持ったり、フルクはブラストオーでしょうか、そういうものですね。で、あと、それ以外に MPI という並列のライブラリなんかを使って作られるんですけれども、たくさんの計算ノートを使って、計算できるという並列計算、この3つがあってですね。で、PC クラスターというのは、まあ、大体ジョブスケジューラーというものが入っていまして、いろんな種類があります。PBS、トルク、サンプリットエンジン、クリットスケジューラー、いろんなのがあるんですけども、そのジョブスケジューラーに計算ジョブとして預けることで、ジョブスケジューラーが割り当ててくれると、空いてるところに、割りが当ててくれるというもので、ユーザーからは一つのシステムとして、まあ、見えるように、まあ、努力されています。で、ナビについてです。ナビインターナショナルという会社、98年設立で、バイオインフォーシスの国は2000年から、やっています。で、次世代シーケンサーは2007年からですね、当時まだ皆さんじゃない、ソレクサさんの頃、ベースボールを、外部のクラスターでやっていた頃、から初出荷しています。で、ギャラクシーはですね、実は2008年まで遡ってですね、私たちのマシンに、構築して出荷をしています。で、テキストの、まあ、CUI と GUI っていうのは昔からある話で、コマンドラインはわけがわからない、もう見たくもないという方もやっぱり古くからいらっしゃるんですけど、この GUI はすごくよくできているというので驚きました。で、ナビとしてはですね、基本はハードウェアからソフトウェアまで、これ一つのシステムとして構築して提供しています。ですので、ハードウェアの、ご質問から、ソフトウェア、ギャラクシーの質問ですとか、そういうものは窓口が一つでやっています。で、構成要素になるマシンですけども、いろいろなマシンがありまして、例えば、まあ、今クラスターの話をしているんですけど、クラスターじゃなくてデノボアセンブルをやるので、メモリがたくさんのマシンに分散するのは嫌だという場合は、こういったメモリが 3TB とかのありまして、そういうものを使って構築します。で、ジョブスケジューラーとかそういうのは面倒くさいと、1台のマシンに集約したいと、そういう場合は120コアとかのマシンとかあるんですね。1台のサーバーなんですけど、こういうものにしています。ですが、やっぱりコストパフォーマンスがいいのはクラスターです。同じ値段でも手に入るコア数は違います。あと、まあ、こういうサーバーはうるさいので、机の上に置きたい静かなものを欲しいという場合は、このタケルライトという商品を選びます。で、PC クラスター上のギャラクシーということで、
ちょっとデモのムービーを実施するんですけれども、使っているマシンはどんなものかといって、こんな感じのものを使っています。計算ロードは20コア、メモリは 64GB、ネットワークは 40GBps に10万と、で作っています。で、ディスクはですね、データは4テラの48ナノ、48コアに指定するので、結構早いものを使っています。で、こういうものを入れますと、同時実行数としては、例えば8コアで動きを設定しておいた BW っていうのは、各計算ロードに2本ずつ入ってきます。そうすると、4コア余るので、サムツールスとかファスト QC とか、いろんなこう、その他の計算が4つずつ入って、16コアと。こんな感じのものが、4ノードでは同時実行できるということになってます。で、デモムービーのところで画面の説明をします。どんなことをするかといいますと、サンプルが8個あります。そのここのところ、ちょっと見えにくいですけど、3.7GB のペアエンドのファストキーファイルが、8サンプル分。で、右側のところは、これ XOS ビューというソフトウェアで、まあ、CPU の稼働状況がモードの1番、2番、3番、4番と独立して表示されます。で、デモのワークフローなんですけど、すごく簡単なものを作ってですね、インプットが、ね、ファスト QC ファイル2つあって、ファスト QC をしつつ、BW のマッピングをしてですね、で、サム番の変換をして、サムツールスの MPI ラップでバリアントを検出して、VCF ファイルに変更して、スピードすると、こういうものを、作って、そこに流していきます。実際のものですね。これはマグルビーです。本当は実験でもしたいんですけど、で、データを選んでランプです。あ、ごめんなさい。これ4サンプル目です。すみません。失敗しました。右側のところ、ジョブが走ると、緑色で色が変わってきます。それがちゃんとデータが来て、計算が始まっているものです。データが来ない場合は、これ緑色じゃなくてちょっと違う色になったりします。ここに BW があって、で、4本2番と1番に1個ずつファスト QC が入っていると。こんな感じで動いています。で、4サンプル目ぐらいのところを見せします。こんな感じで、まあ、ちょうど半分ぐらいなんですけど、まあ、まだ余裕があるような感じです。ギャラクシー的には終わったジョブっていうのは緑色で、で、実行中のジョブっていうのは、黄色、ですね。で、この灰色のところっていうのは、黄色が終わらないと進まないところとか、まだ始まってないのがこういう色になります。で、これが8サンプル目、8サンプル入れると、まあ、問題の計算ロードですと、まあ、フルフルに走るこんな感じの動きをしています。で、これ以上は待ちます。グリッドスケジューラーが、管理してくれるんですけれども、ここの下のところ QW と書いてあるのでなんかそうなんですけれども、前の計算が終われば始まると、そんなような動きをしますというところでですね、PC クラスターを使いますと、コストパフォーマンスよく最適なサイズで、ギャラクシーであるとか解析サーバーを構築することができます。で、ただやはりこう注意点がありまして、構成上メモリの量ですとか、あと計算ロードの台数によってディスクや、ネットワークの性能、こういうものをちゃんとしないと、ジョブは走って、ジョブは走るけどデータが来ないので、計算としては実は、動いてないとか、そういうことが、出たりします。あと、鍋としてはですね、ギャラクシー周りの、ところをちょっと強化した商品というのを、やり始めていまして、例えばリファレンスの設定ですとか、ツールセットから実際にこう、新しくツールを入れていきたいとか、そういうところで、
正直つまずくところっていうのはあると思うんですけど、そういったところ、あと、実際のワークフローを作成するところで、しっかりとつなげていってですね、ちゃんとデータを流して動くとか動かないとかっていうところを、サポートするような、そういう商品を、やり始めております。以上です。ありがとうございました。